どうも皆さんこんにちはです。今日は2021年7月の3日土曜日でございます。今日 Google のトップ記事をさっき見たけどさ、スティーブ・ジョブっていうでしょ、アップルの創業者スティーブ・ジョブズさんって日本の画家の影響を受けてんですね。びっくりした俺。版画の世界、スティーブ・ジョブズのシンプルさっていうのはね、美的センスは日本の版画から来てんだって。日本の版画、これ北斎広重とね、川瀬波水っていう人がいるんだよね。川瀬波水、これが 3H っていうのね。 3H したらばね、北斎、葛飾北斎、広重、あと川瀬波水、いい？逆文字で言うよ。書くよ。川瀬波水ってね、こういうふうに書いてこうね、こういうふうに書いてこう、波水っていう人の、これが 3H っていうね、日本のね有名な三大巨匠でございます。その中でもスティーブ・ジョブズが一番好きだったのがこれ波水なのね。それで有名なね人がナンバーワンはあれだって言ったんだけどね、そのスティーブ・ジョブズは違う、波水だって、ナンバーワンは波水だってね言ったんだって。なぜかというとね、そのシンプルさ、美しいシンプルさね、波水のね新版画見てごらん。富士山にね、湖と岸辺、それだけで表現してんの。シンプルさ、私もさ一級品見てきたよ。かなり広重の肉筆画とかね、広重の肉筆画も見てきたしね、あと広重歌麿の肉筆画も見てきた。目の前で見放題でさ 見てきたけど、この波水っていう人のね版画見てごらん。ものすごくいい。余計な雑念が一切入ってない。シンプルそのもの。スティーブ・ジョブズが開発したアップルのね iPhone と同じ、何にもないシンプルさ。いやゾクゾクするね、そういうの見ると。番号法だって日本のね広重の葛飾北斎の影響とかみんな受けてんだよね。だってゴッホの絵に日本のね浮世絵が描いてあるんだもん。神秘の国ジャパニーズです。なんか嬉しくなっちゃうよね、版画の世界って。ジョブズはどうしても波水の絵が欲しいから注文してんだね。1983年ねの8月にさ、1983年8月に注文してんだわ。赤目千住の滝ってやつ。赤目千住の滝、赤い、逆文字で書くよ。赤目千寿ってどうだろうね。千寿の滝。画像であのシンプルさ、まるで一眼レフで写真パシッと撮って余計なね、余計なあれを全部削除したね、素晴らしいから描写力がスティーブ・ジョブズだわ。あれ日本の版画にね惚れ込んだスティーブ・ジョブズはね、子供のようにそれを待ったの、ずーっとね。一体この破水って方は 何年から何年まで生きた人なんだろうね。ものすごくいい、私も衝撃を受けてしまいました、うん、為替破水。あともう一つ、うちの親父は60生活3年やってきたでしょ、私の親父。その時にね、日本に帰ってくる時に旧日本陸軍から渡された軍靴を履いて日本に帰ってきたのね。軍靴って書いてね、正式名称旧陸軍返上課っつうの。返上課、これ返上課、これね、これだよ、これ。これが本物の返上課でございます。これこの紐もね、これ本物ですよ、これ。ほら、ほんで秒の部分もさ、秒のさ、秒もこれ本物。ほんで今日ちょっと磨いてみました。これちょっとでさ、ワックスかけてさ、これね、ほら、これが返上か。これの特徴はまずね、皮が裏側です。裏側っつうのは外がボサボサで、裏がつるっとしてるのね。つるっとしてる。なんてつるっとしてるか知ってますか？いざ戦争だ、攻めてきたって時にすぐに靴履けるように、こうつるりと入るようにね。だから裏側なの。ほら、これなんかツルツルしてるでしょ、これ。ツルツル。これ本物ですよ、本物。うちの親父がね、シベリア60生活から帰ってきて、これを履いてね日本に帰ってきたのね。だから程度はいいですよ、ものすごい。これね、返上か。この網のようにこうなってるのを返上かっつうんだよね、旧日本陸軍の。なんでこのほら秒打ってあるでしょ、秒。スパイクタイヤ、ここ三角形。このスパイクタイヤのね、このスパイクの秒のこれの偽物があるから気をつけてよ。ちゃんと頭に焼き付けてよ。これこうやって、これ何本秒があって、ここにもね、これこの縫い目とかさ、これここにこれ3点あるでしょ、秒が3点打ってあるから、これが本物なのね、返上か。ほんでこれサイズはね、私にぴったしなんだよね。ほんで音聞かせてあげるから、すごい音するよ、これ。ほんで気持ちがね引き締まるから、ビシッと。今の日本にちょうどいいよ、これ。この音は、この音、これ日本音と同じだから、秒。ね、これが旧日本陸軍のね、旧日本陸軍のこの軍靴、健常化です。親父ご苦労様でした。すごいね。これがうちの納屋にあったあの土蔵の中にこう吊り下がった、だから私がね親父に頼み込んで もらってきたんだよね。それで磨いたの。ボロボロだったやつが磨いたらば光がすげえんだもん。程度のいいやつは。姉の日記でさ、あの物語でドイツ軍がの足音のあの音にあのさ恐怖したっていうでしょ。あのドイツ軍のさ、ドイツの兵隊のさ、この音なんだよね。これこの音にアンネの日記っつうのはね怯えたの。どっかに隠れてたんでしょあれ。こう探し回ってんのよ、要するに。ぴったしなんだよ、私よりぴったしサイズ。まるで私のために作ったようなもんだよこれ。これ気が引き締まる。ほんでこれでね歩いてごらん。だからそれでこれは普通の店ではね歩けないよ。だってこれスパイクタイヤだもん、滑り止め。店の人に怒られるからね。これが旧日本陸軍のね軍靴返上化です。私の宝でございますね。ほらこれワックスかけたシンプルさといいね。アップルのスティーブ・ジョブズなんかね、これシンプルさ。私もなんかスティーブ・ジョブズさんの気持ちがね分かる気がする。あなた一回見てごらん。インターネットで為替発信入れてものすごくいいから、北斎漫画、北斎とも違うんだよな、シンプルなの。何にもないの、何にもないだろ。要するにうちの実家の土蔵の中と同じ。土蔵の中も音がシーンとカタンと閉めるとシーン、一切聞こえないから。タイムカプセルの中と同じ。あの土蔵を改良して私住もうかな。なんか住めるようにしてさね。本当の気持ちで言うともう家はいらないのね。で本当に住みたいのは私あの土蔵の中なの。実は言うと土蔵の中を改良して住めるようにきれいにね、きれいにリフォームしてさ、流しつけて。あの土蔵の中は一切聞こえないから、あのタイムカプセルの中に身を潜めたいな私。シンプルだから、鍵がこんな鍵だからね。昔の銭形平次が持ってこんなでかい天英通貨が通したってさ、こうでガシャン、扉がこんな分厚くてガラガラガラドシャンってあるでしょ。その二重扉だからガシャンと閉めると一切。土壁はこのぐらいだな。うん。一切聞こえない。2階建てだしさ、あれをねリフォームして、あん中で生活してみたい。ほんで2階の窓はねちゃんと開けられるようになってんだよね。こうやってこういうふうに観音開きでさ進めるように。だって流しとさ、流しとトイレと風呂作ればいいんだもんね。シャワー室と、あと床を補強してさ、きれいに壁紙貼って電気ね、あとインターネット回線を引いて、余計な電磁波も入らないからね。銅像の中っつうのは余計な電磁波も入らないしさ、健康にはいい。その方がいいな。災害にも強い。屋根は銅板葺きだから、100年持つ銅板葺き。今6升吹いてるわ。うん。銅像の中でね生活してみたいんだよな。リフォームさせてくれないかね。後で聞いてみよう。というわけで今日もバックの3種、今日はそう。これ普通と違うね。シンプルって言えばさ、マイルス・デイビスもシンプルなんだよね。結局最終的にはシンプルが一番だってことだね。うん、うん、欲しいものは1個ポンとある写真を撮ってみたいね。本当にシンプルなやつ。シャッタースピードを遅くするとさ、こう滝がこう流れる感じで撮れるけども、それでなくって瞬間、一瞬ストーンってやつ、連続シャッターするのあんまり好きじゃないんだよね。これだっていう一枚がね、構図も全部ファインダーで全部設定して、そんでバシャッと押すのよ。だから、ね、ミラーレスカメラじゃないんだよな。私求めてるのはミラーリ。バシャンってやつ。音もいいしね。VR で一番いいやつっつうといくらかするんだろうね。瞳 AF なんかどうでもいいから。私はですよ、瞳 AF っていうのはラスボノの感じがしてどうもダメなんだよね。ニコンのクラシックカメラ在庫切れだって、あれもいいわ。革張りのクラシック風の出したでしょ今度。あれ在庫切れだって、なんか分かるような気がする。みんな昔に戻りたいんだよ。うん、私も昔に戻りたいの。だから銅像の中に住みたいっつってんのね。今日帰ります。以上でした。